ははいいおはようございます緊急でですねニュースが入ってきました、これは速可塾ジェネシスの、まあ、アメリカのです、ね、塾生さんから寄せられた情報なんですけども、やっぱりこういうサイトにまで私はですね目が行き届いてないですね、これはどういうことかというと、これチャールズ・ホスキンソンさんと、あのー、どなたか、この女性がですね、まあ、インタビューをしているんですよね、対談をしていると。 いうことなんですよ多分電話かなんかだと思うんですけども、ここで語られてる内容がとてもエキサイティングだということで送っていただいたんですけども、私も拙い翻訳をしながら、これから、今届いたんで、今から読んでいきますね。まあ、カルダノのファウンダーが、ー設立者がですね、エイダはおそらくこの1年で BTC とか ETC、要するにビットコインとかイーサリアムを抜いて1位になるんじゃないかな。そんな、それよりも良くなるんじゃないかなっていう内容を話してるんですよ。 すすごいですね ETC をイーサを作った人が、そしてビットの研究に携わった人がですね、新たに作った ADA がそれ以上だっていうふうに言ってるわけですから、それは間違いないだろうって話ですよね。うーん チャールズ・ホスキンソンさんと、わた私たちは喋りました。と、カルダノの未来について、夢について、大きな夢について語りましたってことですよね。これすごくエキサイティングです。さあ、読んでみますよ。カルダノは、すごく大きな波を作ったと。暗号通貨業界に、えー、すごいエキサイティングだ。その、なんかよくわかんないと。よくわかんない。2018年はもうとにかく、ね、カルダノがすごいことをしたぞって書いてますね。 でえっ、ー、と1週間フォローイングしていると、パブリックランチ、要するに、えー、これ、ローンチですよね、販売計画を見ていると、カルダノの ADA コインは、とても早く回復したと、で5位にねつけたというね、暗号通貨のマーケットキャップで5位につけたじゃないかと、世界で5位にあっという間に入ったじゃないかということを書いてるんではないかなと思います。 で、えー、で、どうやってビットコインとかイーサリアムを安全に買うのかとシンプルに、えー、ガイドしてくだ、えー、さいということですかね。ディスカバー、この辺からもう私はからない。クレディブルパートナーズはプレミアムクライアンツあ、お客様だぞと。チャイナリーディングファイナンシャルイベント。 あーということでね、なんとなく分かるんですけども、ももうたどざらしくなってきましたんで、この動画がありますね動画を再生しましょうか。注意深く聞けば、これは中学英語で理解できるんで、半分ぐらい、聞いていこうかなと思います、後でね。で、こうやって読んでいくとですね、カルダノがあやっぱりね、すごく。 トップに行くんではないかなということが伺わせる文章ですね。まだ私読んでないですよ。走り読みもしてないです。ただ、単語一個一個非常に簡単なんで、皆さんね、時間がかかるかもしれないけど、読んでいただきたいと思うんですよ。私はこれ読みますからね。読んで、そっか軸ニュースでお伝えしようかと思います。こういうふうないろんなことが寄せられてますね。ADA は、あそうですね。ビトレックスにリストされていると。ビトレックスが結構ね、ADA との組み合わせいいみたいですね。うん で、ざーっと見ていくとですね、あ、これ広告ですね。うん、すごくいいことが書いてあるのは分かります。すごくエネルギーを我々にくれますよね。やっぱり ADA でよかったなと、あ、コインチェック交換所がアタックをされたってこと、話題も出てますね。ネムがどうにかなったとかね、書いてますね。こういう話題もありますね。うん、なるほど。これはやっぱりすごくいい記事なんで、 えー、まあ一応シェアさせていただきました。細かく読み込むことは私も自信が、時間がかかるので、ちょっとできませんけども、皆さんのね、解釈の方をお待ちしております。で、こちらの記事の UR l リンクを付けておきますので、動画説明欄をつけておきますので、えー、翻訳できる方は翻訳していただいて、えー、よろしかったらちょっとシェアしていただければ、私の翻訳は自信がありませんので、自分が読む分にはいいんですけども、他の方にお聞かせするようなレベルではないんでですね、ちょっとそこまで発信の責任が持てませんので、 どなたかができる方が、得意な方がね、あの、アンジーさんとかね、どうなんですかね。え <laughs> まあわかんないですけど、<laughs> できる方がいらっしゃったらあ、あと、佐野さんとかね、お願いできれば、宮崎さんとかどうですかね。はい、そんなことでございます。以上です。